キリト、この層のアクティベート済ませてきたぜ。そうだね。ちょっと何するの？いいだろう、別に減るもんじゃないんだから。いい加減にして。監獄エリア送りにされたいの？しかも今は転送がおかしくなってるんだから、どこに飛ばされるかわかんないわよ。いいよいいよ、やってみな。俺たちにそういう無粋なものは意味がないんだから。ほらね。犯罪防止コードが動かないの？さて、俺たちの強さを知ってもらったところでも。おやおや、誰かと思えば黒の剣士様ではないですか。攻略組ってのは随分とお暇なようですな。いや、それとも正義の味方のつもりかな？ほう、まあせいぜい格好つけておくといいよ。お前が何もできない子供だってことは、そのうち身をもって教えてやるからな。行くぞ。面倒かけてごめんなさい、黒の剣士さん。男ばかりの SAO にいるからね。ああいった連中はある程度慣れてる。でもあいつらはちょっと違ったね。そう、システムの干渉がなかった。まあアイテムやスキルのデータがおかしくなったりで、今さら何が起こったって不思議はないけど。じゃあね、今度機会があったら何かおごらせて。まあ聞いてくれや。86層にいる老人の NPC が攻撃スキルの習得クエストをくれそうだって情報を買ったんだよ。まあ聞けって。それでその老人のとこに行ったわけだ。そしたら延々長話を聞かされた挙句、クエストなんて起動しやしね。そのじいさんの若い頃の武勇伝だよ。長すぎてあんまり覚えてねえけど、確か飛んでいるドラゴンの目を潰したとか、
川向こうの扇を一撃で射落としたとか。ん？よく考えると遠くのものを攻撃した話ばっかり。いや、でも投擲スキル持ってるやつなんていくらでもいるのに、未だにクエストが起動したって話は聞かねえしな。お、キリト、おめえなんか心当たりあんのか？あ、おい、ちょっと待てよ。そんなことは起きないと思うけど、何かあったの？見間違いとかじゃなくて？何なんだろう。あれ、どうしたの？リズ、ちょっと面倒なことになってそうなのよ。まずはそいつを攻略組に入れなかったのは大正解ね。痴漢なんて最低ですよ。でもなんでセクハラコードが働かなかったんだろう。ゲームシステムの異常なのかな。それなら一回試してみてはどうでしょう。試してみるって？実際にパパが誰かを触ってみてシステムメッセージが出るかやってみるんです。え、じゃあもしかしてキリトさんが痴漢するってことですか？ダメですよ。まだ私たち兄弟だし。誰もあんたらにやるなんて言ってないでしょうが。じゃあじゃんけんで誰がテストするか決めましょう。そんなのみんなに頼めないでしょう。私で試してみて、キリト君。まあまあ、ここはユイちゃんの提案通り。じゃん。ちょっとリズ、どういうことか分かって。どういうことってどういうこと？だからキリト君にその触られちゃうんだよ。ああ、そんなこと。でもセクハラし放題なんていう一大事かもしれないんだから。私協力します。犯罪防止コードに異常がないか女性代表として調べないといけません。ハスナさんは攻略でみんなのために活躍されてます。私は私のできることでみんなに貢献したいんです。やっぱ私も参加なのよね、これ。当然、体を張ってこの事件を乗り越えましょう。乗り越えるというか。それじゃあじゃんけんしますよ。さあ、ま、もうキリト君のバカ。なんか私がテストすることになったわ。パパはどこでも構わないのでシナオさんの体に触れ、変なところは触らないでよ。なんだかいやらしい目つきね。ユイちゃんは見ちゃダメだからね。どうぞ。あ、出たわね。少し安心したね。肩を触るくらいでセクハラコードが発動しちゃうの？
リーズ、キリト君で遊びすぎ。バレてたのね。もうちょっと詳しい情報が欲しいわね。どういたしまして。それでこの犯罪防止こ、それに触れちゃダメ。それに触れたらキリトさんが監獄行きです。そうなんだ。へえ。役に立ちそうなもんとなると、今は物じゃねえかな。この76層でちょっと変わったものが見つかったって噂があってな。なんでも不思議な石だとかなんとか、近くまで行ったやつがいないとかで詳しい話はわからないらしいんだが、ま、今のところはただの噂ってレベルだけどな。ああ、今度はお望みの掘り出し物を用意できるよう努力しておくさ。何よそんなに慌てて。ていうの、分かった、やってみる。おい、すまんの、郵便屋さん。は？郵便屋さんじゃなかったかの。じゃあお前さんはパン屋のマリオの子か。そうじゃ、お前にはまだ話してなかったの。何この小芝居。PC ってめんどくさいのね。で、わしの放った矢がプツリと右目に。まあ、こんな話をいくら聞かせようとも、わしの技が伝わることはないからの。わしのスキルを受け継ぐには、試練の中で己を磨く必要があるのじゃ。そう、お主はこの層のダンジョンに封じられている試練のアミュレットを取ってこなければならん。この鍵で封印の扉は開く。アミュレットを手にしたら、ってことは、要するに、すごい！やったわね。退屈な話をずっと聞いていた甲斐があった。ちょっと何そのリアクション。そうね。そうよね。よし。